か、自分の、根っこには何があるんだろうということを探し続けています。でその中で、日本と今回アラブとのつながりということで、こっちは最近書いた作品なんですけれども、どういうところでつながっているかというのを改めて皆さんに考えてもらいたいなと思ってるんですが、日本のこれはウラン鉱山です。でウラン鉱山から取られる、ウランのうち 99% は原発で使えないウランなんですって。の臨界のパワーが弱いというか、発電効率が悪い、もともと原発は発電効率悪いんですが、まあ、使いにくいと。でそれが何に使われるかっていうと、実はそれが兵器となって劣化ウラン弾という形でイラクに落とされてるっていうことがあって、でそういうつながり方があるっていうことをほとんどの人が知らないんじゃないだろうかと思って、こういうつながり方はとても悲しいなということで書きました。でそれは9311まで自分の電気がこう原発で作られていたこと、ウラン鉱山の周りや労働者の方を傷つけていたことを知らなかった人の石のイメージで描いた絵なんですけれども、これは、原爆と原発という絵本の中に、収めまして、今全国の図書館や小学校で置いていただいて、平和教育の一環として読んでいただいたりしてるんですけど、ノンフィクション の, ドキュメンタリーといいますか、被爆者の方々の追悼碑についての物語を書いています。でイラクに行くとここにも書いたんですが、日本人だって分かると、おお広島長崎って言われます。私は千葉県出身だから広島のことは遠いことというふうに思っていたんですが、世界中で見て地球上で起こった悲劇ということでほとんどの人が知っています。で日本人っていうのはアメリカに核で攻撃されてすごく傷ついたのに、そこから経済発展をした素晴らしい国だということで、中東の人たちすごく尊敬してくれてるということを知りまして、なんだかすごく恥ずかしいような気になって、その広島や長崎、そしての被爆のことということをそのイラクに行ってから特に意識して作品に作っています。でそれがこの原爆と原発という本だったり、この311以降その核の廃炉について調べてドイツに行ったりとか、福島に通ったり家を失った方のインタビューをしたりして、どうやったらこの平和な状況を作れるのかというヒントを探した映画も作りました。なんかこの考えてみると、最初のきっかけになったのがこの絵だったかもしれないなっていう気がしています。で同時にアーティストとして今できることは何かなと考えると、この文化の尊重されない場所には爆弾が起こってくるという、文化が舐められるとそこに戦争が起こされるということがイラクに行って分かったことなんですね。でじゃあ逆に言うと、平和になるために何をすればいいのかと、我々超かっこいい文化を作り続けることだと、しかもその今まで爆弾が落とされた国同士がつながって作り続けることだと思って、でヤチがイラクやシリアの活動アーティストの紹介を継続して続けてくれてることも本当に嬉しくて、声なき声をちゃんとアートにして人々に伝えていくということをしたいと思います。私は東京芸大という日本では一番有名な芸術大学を中退しまして、一応な美術というものを学んで、美術評論も11年間新聞や雑誌で書いてますけれども、私たちが普通に学ぶ文化というものは大抵欧米中心の文化です。最初に芸大行きたい人何やるかって石膏デッサンします。それはその白人中心の、欧米の価値観でのたった数百年の文化なんです。でも本当は私たちはどうやって色を見つけたのか、どうやって岩を砕いてブルーを見つけたのか、何の木の実を崩して赤を見つけたのか、もっと深いレベルで辿っていくと、中東の方々が作り上げてくれたものが私たちの文化の根底にあるはずで、
それをこのように中東ならいくら壊してもいいみたいにされるっていうのは人間に存在に対する冒涜だと考えています。そういうことをアートを通じて発信していきたいと思っています。そんなカンナをアート論として書いた本ですとか、イラクのアーティストと出会った時の桃色ゲリラという本の中ではイラクのアーティストとの交流も書いてますので、よかったらお土産にぜひ、買っていってください。でこれは皆さんに今日お配りしたいと思って、一人一部ずつどうぞ。で最新作は何を作っとるかということなんですけれども、やっぱり取り付けたように被爆のことをやってまして、戦後70年、佐々木貞子さんという折り鶴を折った広島で被爆した少女の物語を撮ってます。リアンさん、はい、来てください。で主人公は彼女なんですけど、あ、そうです、まとめて、あ、これがあの、はい、この子が主人公です。で貞子さんが、戦争を振り返ったり、広島を、振り返ったりしながら今の世界に帰ってくるというストーリーで、これからあのゴールデンウィークにはイラクの子供たちと出会うシーンを撮影しようと思っています。で、できたら戦争ではなく対話だったり、子供たち同士の気持ちの共有だったりして、いろいろ大人が作り上げてきた様々な戦いをもう乗り越えていかなきゃなと思って、ぜひあの皆さんにも、作品を応援していただいたり、いろんなアイデアをいただいたりして、一緒に平和について考えて作り上げていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。どうもありがとう。イラクとつながったアートとつながったきっかけをくれたんですよ、この人は。はい、やりっぱなしで、あとはやつが全部やってくれたんですけど、はい、ありがとうございました。それではもう一人のアラブとつながる日本人アーティスト、はい、川口優子さん、東京からいらしてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、こちらです。ちょっと一人で話すのは緊張します。フォローしてください。フォローします。私はヨルダンで今年で8年目なんですけれども、まあ、展覧会等でアートでつながってまいりまして、そのきっかけが2004年にこの方と出会ってしまって出会ってしまって、ね、はい、それまであの中東ってやっぱり怖いところで全く興味がなかったんですけど、出会ってしまって、それから彼があの招聘したあちらのハニデラアリさんの展覧会に呼ばれまして、でその翌年シルアンさんの展覧会でまたハニさんがいらした時に、あのいつもはこういう絵じゃなくて抽象画なんですけれども、あの抽象画って日本でちょっとあんまり理解されなくてと言ってしまったら、ハニさんが僕の住んでるヨルダンにおいでよということで、まあ、あでも怖いからいいですって言ってたんですが、あんまりあの人の住んでるとこ悪く言うのもあの失礼なので、あサムデーと言ったら個展が設定されてしまったのが2007年で、それからあの交流が続いています。それからなんですよ、あの僕嬉しいのはですね、これイラクのアーティストと交流ということで彼らを呼んでいろいろ企画をした中で、こういった川口優子さんの日本の、ね、アーティストとつながって、それが新しいそのアートとアートの出会いということでね、お互い刺激し合う、それだけではなくて実際川口さんが実際ヨルダンで個展をしてしまうと。でやがてね、それから、ね、最初はそのイラク人アーティストの人たちがこういろいろ準備してくれたんですけど、やがて彼女がご自身でいろいろ企画を取ってきたりとかして、で私もやがて彼女の企画でヨルダンで、あの実家が気仙沼なんですね、ふるさとが宮城県の気仙沼で、父親が絵描きをやってるんですけど、父親の津波の絵をね、あのスケッチを展示させてもらったりとか、そういう新たなそのお互いその文化交流というかアートの交流が生まれてきてるというのは本当にありがたいことで、素晴らしいことだと思います。ですね、であのヨルダンのギャラリーのオーナーもとても親日的で、すごくよくしてくださって、あのまた芸術祭に呼んでくださったりで、どんどんこうつながりができまして、その後今度ドバイに行くことになりまして、でドバイでもあのびっくりしたのは、カーシムさんとかすごく有名で、ドバイの評論家にこう話をして、いやイラクでカーシムに会ってとか言って、おカーシム友達と言って、あのご存知なんですね、うん、本当にイラクのアートは中東の中で非常に評価されてますからね。で、あの英語がちょっと堪能ではないんですけど、まあ、カーシムと友達っていうとなんか信用されてみんなよくしてくれるので利用させていただいてます。
かそんな感じでこう一つの出会いがどんどん広がりを持っていくことにすごく驚いてまして、やっぱり人とのつながりって大事だなと感じました。そうですね、本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。はい、川口優子さんでした。今日は東京から本当にお越しいただきありがとうございます。それではですね、ちょっとこちらは本人とかいないんですけど、NHK のラジオワールドラジオジャパン、NHK ワールドラジオ日本ですね、の提供ということで、イラクの子どもたちが書いた日本へのメッセージなんですね。ですね、実は私もそうですけど、イラクの友人たちから311の大津波の時は実家が気仙沼でもう両親と連絡が取れない、どうしようっていう時にイラクの友達から電話が来て、大丈夫かと、そうかと、分かるよと、家族と連絡が取れない苦しみはよく分かるよって僕言われて、ハッとしたんですよね。だから今までその彼らがそのずっとイラクでその親と離れ離れになったりとかして不安な時間、これまさにこれなんだなと思って、それを分かってくれるんだって、僕はその時の声かけがイラクの友人からの救われたんですね。で幸いなんとか私の両親は無事だったんですけども、そういった本当に困難な時にこそ友達というのが問われるわけで、でこの時もこの写真もですね、写真とこのイラスト、これはイラクの先生がね、日本語大好きな、日本にも一度来たことがあるんですけど、サリーム先生という方が教室で取り組んだことで、やはりその日本が心配だと、なんとか頑張ってほしいということで、その翻訳ソフトを使ってね、なんとかこうメッセージを日本語で書いたりとかして、でそれを応援イラストということで日本に送ってくれたんですよね、はい。こういった作品もあります。これはまあアラブと日本、イラクと日本との その文化交流の一つとして、はい、をお借りしました。そしてこちらですね、総合地球環境医学研究所さんから今回の夏目ヤシの資料を、いただきました。